皆さんこんにちは、渡辺和樹です。今回はサロモンスキーの特徴とそのフィーリングについてご紹介していきます。 S レースショットと S レース MT です。サロモンのレーシングスキー S レースフィスに準じたこのブルーのデザインで統一されていますが、この S レースショット、センターの幅が68mm、そしてサイドカーブが、13m ということで、かなり小回り系のサイドカーブを採用しています。センター幅 68mm というのは、オンピステのオールラウンドモデルとしては比較的細いタイプのモデルです。ハードな硬い場面に行ってしっかりとエッジグリップさせるだけではなく、ショートターンなどエッジを素早く切り返していくときにこの細身のシェイプが非常に有効になってきます。またこの S レースシリーズ、足元にはエッジアンプリファイアーと呼ばれる効率よくエッジを効かせるサイドが盛り上がったこの構造を採用しています。さらにこの S レースショット、足元にはメタルプレートが入っています。ハードなバーンに行った時に足元をしっかりグリップさせ、シャープなエッジングが可能になっています。そしてこの S レース MT、こちらのスキーは、センター幅が 73mm で、165cm、サイドカットが 15m ということで、ゲレンデのオールラウンドモデルとしては非常に標準的な、シェイプを持ったスキーです。またこの S レースショット、S レース MT、どちらのスキーもビンディングには、Z12 というビンディングが装着されています。比較的軽量で足元のしなり感も出せるビンディングです。スキーの操作性が向上するだけでなく、足に対しても非常に疲れが少ない、ビンディングとなっています。